はい、17番ホール来ました。パー3ですね。このホールの特徴っていうのは手前にマウンドがあって、グリーンが奥に下ってて、なおかつそのマウンド越しにピンがあるので、ピンの根元が見えない。そうですね、ホールインワンしても選手は分かんない。ここで大歓声が上がってホールインワンが分かるという、まあ、そういう状況なんですけどね。選手にとっては、この終盤、本当に最終盤でピンの位置の根元が見えなくて、なおかつ、まあ、打った自分の感触だけで、それをまあ左右していくっていう非常に、スリリングなホールということなんですね。まあ、何度もここでプレーされてるんですよ。なかなか距離感つかみづらいですね。距離感が難しいですね。ですよね。特に硬い場合は、ね、はい、で、まあ、できれば私たちはもう手前を硬くして、あんまり手前に来ると弾く、そうじゃなければちゃんと、でだからしっかりピンの根元に打ってこないと弾かれるよっていうような感じにしたいなというふうにセッティングをしようと思ってますけどね。距離も180から190ぐらいなので、風によっては本当に5アイアンとか、風によっては本当に8番とかっていう、まあ距離になってくると思うので、ね、まあ、面白い最後の、ホール一つ前ですから、面白いパースになると思うんですけどね。じゃあプレーしましょうか。はい、そうですね、あのバウンドの仕方はグリーンこぼれてますね。5番でいきますかね。多分大丈夫ですね。ピン横ぐらいですね。はい。はい、いいとこですね。ありがとうございます。